こんばんは。月曜日ぶりぐらい、違うね、日曜日ぐらい。こんばんは。こんばんは。元気です元気です。こんばんは。あ、たこ焼き、なんか変わってるアバターが。たこ焼きかな。今日はこれどこで買った服だっけな、めっちゃ前に買った服です。破けてますよ。破けてはない、そういう服。伊藤純奈さん知ってる知ってる知ってる。2期生の方。白さ増してないと思います。逆に今日薄いです、いつもより。白くするものが。でもあれです、今日リップをめちゃめちゃ変えたから、それで白く見えてるかもしれない。リップをめちゃめちゃ変えました。色なくないですかなんか色いつもめっちゃつけちゃうんですけど、なんかたまにはちょっと薄めでもいいかなと思ってちょっと薄めにしてみた。 あとそうだ、なんかいつもクマがすごくて血色、違う、クマがすごくて体調悪い人みたいな、ザ体調悪い人みたいな感じだから、なんか今日は今日はクマを二重に、違う、コンシーラーを二重にしました。かわいいギフトありがとうございます。なんかね、この服だからね、絶対下ろした方がいいんかなと思ったんですけど、今日体育あって、今日ちょっとサイドポニーなんですよ。今日はちょっとサイドポニーだから、ほぼポニーテールだね、ほぼポニーテールだけど、そう、ポニーテールだから、あー見た見た、リアンちゃんのショールームね、ちょっとだけ見たよ、ちょっとだけ、最後の方だけ、最後の5分ぐらい泣きそうになった。リアンスキピ、おーかわいい、なんか音符が吹き出てる方、あ、ピアノ弾いてる、ハートありがとうございます。たくさん、何の話だっけ。そうで、今日体育がある日、私ポニーテールしてくんですけど、ポニーテールだったから、なんかポニーテールした後ってめちゃめちゃ後つくんですよ。だから下ろすのやだなーと思ってポニーテールのままです。ワンピースの時はね、絶対下ろしてる方が可愛いんですけどね。そう、今日も体育バドミントンでした。でももうあと次で最後らしい、悲しい。今日新しいペアでやったんですよ、バドミントン、楽しかった。あ、でリーグ戦なんですけど、去年は、あ、去年じゃない、1個目のペアは2位でした、イエイあ、ダブルスで2位でした。相手の子がすごい上手で、あー奇跡の初見さんが来たよ、はじめまして、よかったらフォローお願いします。そう、体育はね気合い入れてくよ、体育しか起きてないから授業体育しか起きてない。スマッシュめちゃめちゃしてます、なんか人の体に合ってるのが得意めちゃめちゃ性格悪いやり方だけど、人の体にパンって合って、でも人の体に当てれたらもう絶対取れないじゃないですか、だからパンって当ててる、ガチ体育はガチです。楽しかったオフショル、あー、いいよ全体、タラタンディンダタラタッジャーン、ワンピース、ワンピース、あれ
でね、引きで引きっていうの、遠くで見たらもう口の色がないから大丈夫って感じだけど、まあ、近くで見たらねうるるじゃないですか口なんかディオールさんのマキシマイザーっていうものを買ってもらったのでそれを使ってます。窓の次何やるんかな、まだ決まってない、洗濯してないです。洗濯式なので確かバスケかな、確かバスケを洗濯する予定ではいる。首から下が可愛い。あれ上は、あれあれあれ、そう最近ねもうメイクめちゃめちゃ変えてるからあれやこれやで、そうバドミントンはなんかすごい相手の子が上手ですごい、ね、ありがたかった、やりやすい、楽しかった。反応が西井美穂さんみたい。嘘どこが、嘘どこら辺がですか。全然似せた記憶はなし。そう最近ねあれが増えたから、メイク用具道具品が増えたからいろんなのやろうと思って試してます。でもやっぱりなんか劇場に出る時ってなんかやっぱキラキラしてた方がいいのかなと思って、そう思うとめっちゃゴテゴテになりそう。でも濃いメイク似合わないから、でもライブっていうか劇場の時はやっぱキラキラ、ライブ映え、劇場映えみたいにしたいから今めっちゃ迷ってて、まだ全然出る予定ないんですけどもうそのことばっか考えてる。劇場でのメイクは何がいいかなとか思って考えてね、予定ないけど気持ちは、気持ちに予定はあり。やっぱり親友やな。イエスイエス。いや存在キラキラしてないよ、キラキラしてないからメイクで増量させる。そう、え、でも分かるんかな、メイク今日薄いのに出てきたとか濃いのに出てきたとか。キュンです、キュンです、キュンです。なんかね薄くても可愛いとかじゃなくてなんかね濃いのが似合わないらしい、すごい言われる。メイクしなくても可愛いはない。ないない。それはない。元がいいもんない。そう。なんかね、薄付けでどれだけ頑張れるかみたいな感じ。ちょっとね、まだね、薄いの慣れない。薄いの慣れない。めっちゃつけたくなるけど、もうここにリップは置いてないから。キュンです。キュンです。左キラキラ、右普通のメイクとか。あー、それはちょっと。却下で本当はねグリッターとかつけたいけど、多分研究生はねあんまキラキラしてちゃダメって言われるから、グリッターはつけないし持ってない。吉田あかりさんのねグリッターが欲しいんだけどね、欲しいけどもあの大人気すぎて見たことがない、売ってるのいつも空の箱だけ置いてある。将棋あ、ブログ読んでくださったんですか、ありがとうございます。切なかった、切ない思いも別れの涙もすべて胸に抱きしめて笑顔で明日をね、ですよね、あかりんさんの売ってないですよね、人気すぎる。そう研究生はねあんまりねメイクをゴテゴテにしてはダメなんですよ、だからそうあんまキラキラさせちゃダメな気がする。笑顔で明日を見つめたい、どんなですよね、やっぱそう思いますよね、リップの色薄いとね調子悪く見えますよね、やっぱもうちょっと濃くしようかな。ええそれは聞いてない、みゆちゃんが感動したって言った。あー実はあれね、ちょっとメールの返信でも一方っていうの、お一人方、あいたいた、一方、一人だけの方、お一方の方いらっしゃったんですよ、このここってみゆたんみたいな、正解と思った。
あ、ワンピースです。髪型も好きなり。え、好きなりだって可愛いよ。なんて返そうかな。好きなり。あ、ちょっと古文できないんだった。最近なら覚えたのはね、上がエダンだったら下はリの助動詞で、あとなんだっけな、もう一個あるんだよな。ウダン、ウダンだったら、上がウダンだったら、動いてるの初めて見ましただって。動いてます。何で見たんだろう前は。写真、写真はなんだろう。ミオタン好きすぎ。あ、好きとかじゃないですね。もう愛、愛を超えた、ラブを超えた、してるみたいなそんな感じ。あ、可愛いギフトありがとうございます。そう、なので、まあちょっとどこかは言わないけど、あ、ここがね、ミオタンの言葉なんかなって思いながら読んでくださるとありがたいです。公演見てミキさんが石井さん好きな理由が分かりました。え、嘘、すごすごっ。石津のどこが好きなんだろう。まあ全部なんですけど、止まってるミキちゃん見たことありません。あ、ちょっとねちょっと限界、私まばたき多いから、ちょっとあんまりね止まってることできないかな。石津ね、まずね、もう存在が天使じゃないですか。存在が、あ、眉毛、眉マスカラしました急な報告。わかりますか、いつもと色違うの。眉マスカラをね入手したから。え、やっぱあれですね、やっぱあれですね。あ、あんま向けるとよくない、先端恐怖症とかあるから。ハートありがとうございます。わかる、ジュキ天使、本当にいつも目の前に入ってくるジュキみんな天使好き。あれなん、そう、なんかメイク薄い方がやっぱりね、なんか好評。やっぱね、学校の子のね言うこと聞くべきだね一番よく見てると思うから、ミキのこと。やっぱね、濃いとね、良くないよね。そう、眉毛ちょっと明るいの。なんか眉マスカラをすると垢抜けるとか聞いたから買ってみた。はいよ。すごい難しかった。左は失敗しました。右は上手右は上手にできた。左はダメだから、いい感じに前髪が隠してくれてる。そう、モバメはね、ふざけたのも送ったりね、真面目なの送ったり、いろいろなので、ぜひぜひ撮ってみてください。フレッシュフレッシュフレッシュなオリーブ、いかがですか。ジュッキーは変わり者が多いって聞いてますが、あ、まあ確かに確かに個性的、個性かぶりなし。11人で少ないけど、なんか11人に感じないんですよね、濃すぎて。みんながなんかすごい濃いですすっごい濃いです。確かにもう今時の JK って感じのメールも送ったりする。あ、おひさです。ね、ラメ、ラメはねあんま使ってないかな。キラキラしないですよね、ラメは全然使ってない。パピーね、パピーね、カツ丼ね、カツ丼カツ丼、五十嵐彩香です。公園で地雷メイク、おお、なかなか。それでちょっとね、ゴーゴーってやられてもちょっとびっくりしちゃうバージンはまだいけそうだけど、そう、バージンはいけそうだけど、ちょっとゴーゴーやられたらびっくりしちゃう。こんばんは、お元気です。お元気ですか、お元気ですか。あ、そうそうだ、ミオタンのその感動した話が気になる。急に思い出した、カツ丼食べたいな。パピーに美味しいカツ丼を教えていただきたい。いまいち JK に見えないかも。え、なんだろう、顔かな。顔はよく劣ってるって言われ、劣ってる、間違ってはないけど、なんだっけ、
音えてる？違うな、なんて言うんだっけ、顔は身長が高いっていうのもあって劣ってるも間違いじゃないけど、なんだっけ、年老いて見えるみたいな言われる。この前メイクさんになんか大人っぽいねって言われて、え、なんか老いて見えますかって聞いたら、うんって言われたなんかね、誰かのショールームではね、メイクさんは結構ズバズバ言ってくるって、衣装さんか言ってくる、言ってるって言ってたと思うんですけど、間違いじゃない身長は 164.5 はあります。でもたまにね、学校でよく保健室で測りに行くんですけど、そう、身長気になるぜの集団だから4人組で仲いいんですけど、みんな身長気になるぜだから、自分だけ低くなりたいで、あと、あ、4人でミキはもう、あと今 164.5 だから159になりたいんですよ。159になりたいから縮みたいぜで、今がちょうどいいぜ。まあでも、もし1センチ2センチもらえたら欲しいっていうこと、あともう欲しい欲しいの2人でも、その欲しい欲しいの2人もミキより高いんですよ。あ、そう、実はリアンちゃんより低い、実は。あ、じゃあどなたか、ちょっとミオタンの感動話をご存知の方教えてください気になる気になる。こんばんは。なんかアットマーク増えてないお、 0.5 センチ買った。おめおめさんです。大事、 0.5 センチも大事。わー、久しぶりだ。丸びっくりマーク、こんばんは。そう、身長高いよ、その4人の平均身長何センチだろう。167と167の人間さんと165の人間さんと164の人間さんと156か7の人間さん、平均したら164とかかな。高っ、平均身長高っ。あ、そうなのね。でも感動したって言ってくれてただけでね、こっちも感動しちゃう。まあ、結構ミオタン話多いからね、あの中に、ブログの中に。歌唱力ナンバーワンの話ね、まだ全然話聞いてないんですよ。出るって、出たいですってマネージャーさんに言っただけ。あとは全然わかんない。どこかで会ったような、あれ、テロップ出てなかった。ああ、みみきちゃんだ、みみきちゃんこんばんは。コラボ配信ね、ちょっとお楽しみにしててください楽しみに。そう、古畑さん出る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 、楽しみすぎる。一ファンとして楽しみ、古畑さんが出るの。え、かわいいピンクのツインテールの子だ、こんばんはみーみきちゃんもうみーみきってね、唯一つけてる子だと思うから、みーみきちゃん、みきちゃんが泣くともらい泣きする。あ、そう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 、そうなのそうなのそうなの、すごいすごいね、みおたんね、もうみきが泣いたらなんか同時進行で泣くみたいな。え、かのんちゃん何の練習してんだろう。え、聞かなきゃ、え、これ聞かなきゃいけないせいなのかな、聞こうっと。リカピは泣かないの。え、リカピ会ってない、いつから会ってないんだろう、え、いつから会ってないんだろうっていうぐらい会ってないです。え、会ってない、リカピ会ってないよ。あー、フォローありがとうございます、ありがとうありがとうございます。歌唱力ね。あ、曲はまだ決めてなくて自主練ね。おお、そう、ミキもね、あれです、あの歌のためにもダンスのためにも
リカビオミキさん好きみたいだよおもろい、なんか面白いですねその言い方。いやリカピはね多分 DD だからミキちゃんの歌大好きだから頑張ってね、ありとん、頑張る頑張る頑張る、今日も歌うよ。あでなんだっけ、そうミオタンはね、あそうメールにミオタンのツーショット送った、こういうやつ、こういう写真を送った。なんだっけな、そうなんかね普通にこの2週間テスト終わってからか、いやでもテスト終わってなくても普通にトークにいてもの練習の時とかなんか普通に泣きそうになるからこらえてたし、なんかトークにいてもって練習でも泣けちゃうんですよ。でなんかちょっと泣きたくないから頑張って我慢して、であとは普通にテスト終わってからもちょっとなんか涙腺が弱くなるとかのレベルじゃなくて、なんか涙腺がもうなくなったレベルにもうなんか常に泣いてるみたいな感じで、なんか 無感情でいないと泣いてた、あのテスト終わってからは。そうなんか考えると泣けちゃうから、で遠くに行っても聞いても泣けちゃうし大変でした本当に。そう遠くにいてもね本当に無心になって聞かないとダメちょっとでも感情入れたらもう泣いちゃう。そうだからねミオタンがねもうずっと隣に一緒にいてくれてね、なんかね泣いてくれてね、なんか自分のために泣いてくれる人っているんだと思って、なんかねびっくりしたなんか自分そんな人じゃないのになんか自分のことで泣いてくれる人がいるんだと思って。あれですよね、松井玲奈さんの卒業公演とか遠くに行っても歌ってましたよね、見た見た YouTube で。 YouTube、 今日肉の日なんですか。今日肉食べた、夜ご飯お肉食べた、めちゃめちゃ食べた、昨日も食べたのに今日もめっちゃ食べちゃった。タピオカ飲みたいな。なんかそうミオタン優しさにびっくりした。そうだからもみきもなんかミオタンが困ってる時は一番に助けたいなって思ったここでやんのかここでやんのかが発動ですね。あージンギスカンってなんだっけ、聞いたことはある。じゃあ遠くにいても歌いたいと思いますあーお疲れ様です、お仕事お疲れ様です。そうもうみんな書いてましたよね、ほぼみんな10期の絆が深まったって言ってブログね。もう本当に濃い2週間でした、大事な大事な2週間だった、もう充実しまくってためっちゃ充実だった。大変だったけどもう今考えれば全然戻りたいとかないんですけど、あの2週間に、あの2週間に戻りたくはないけど、なんかいい2週間だったなってめっちゃ思う。何？羊っていっぱい来る テストの結果教えて。何のテストですか？何のテスト？そう本当にいい期間だった。かわちいよかわいいうさぎオス、かわよかわよかわよ。あジンギスカン羊肉ってことね、オッケーオッケーオッケー。ジンギスカンって辛いのだっけ。お眉毛質問が来た
今日初めて眉マスカラ塗ったんですけどどうですか？あんま分かんないかな、ちょっと下ろしてるしここだけしか見えないから。あ、ブリーチしたとか、ブリーチとかはしてないです。あ、北海道のジンギスカンとかそのセットでよく聞く聞く聞くね。えミキもこの2週間で10期のことをもっと好きになった。10期ラブイ。あー、こんばんは、久しぶり。グイターグイター、じゃ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 ーん、じゃ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 ーん、じゃららら、じゃららん、じゃららん、パパパラ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 パ。今日夜だからいっぱい歌えそう。あの夜ってもう朝と昼を経験してるから声が出やすいんですよね。そう、好きに、もう10期のこともっと好きになったし、いっぱい知れた、いい本当に2週間でした。もう2週間って短いけど濃かった、本当に本当に濃かった。あ、こんばんは、七夕の方こんばんは。なんか喉のテンションの違い、そう、配信ね1時間なんですよ。決定時刻、違う、決定時刻。そう、いつかね10期でライブするのが個人的に目標。あ、だるま、ありがとうございます。10期でねライブができるようになりたい。で望遠鏡のない天文台1曲目で最後が渚のイメージ。っていう勝手な瀬取りを作った。遠くにいても最後に歌おうかな。えー、ミンミキ、うちはだって嬉しすぎ、もうミンミキで全力で、リップじゃなくてリップじゃなくてアピリじゃなくてレスするね。レスでやってるかな。そう、ミクルンとねめっちゃ距離縮んだ。あの初めから結構っていうか普通に喋るみたいな感じだったんですけど、もうねえ仲良くなったよね。めっちゃ仲良くなった。美味しいラーメン屋さんも教えてもらったし、ちょっとまだ返信見てないけど、美味しいラーメン屋さん教えてもらったからそこ行こうと思って教えてもらった。20歳ぐらいに見える。20歳ぐらいは言われたことあるかな、ないかな。そう、マシンガントークのミクル、もうずーっと喋ってるから。でも全部面白いから、全部面白い。あ、いいねギフトありがとうございます。僕がやりたいことは何。あ、そう、石津ね本当にノーメイクで歩ける、ノーメイクでステージも立てちゃう。いや本当にそれぐらいね、本当にノーメイクでいいよ。本当に可愛いの、変わんないし、いやなんかね変わるか、変わるんだけど、えなんかまた違う良さがあるんですよ、ノーメイクの時とメイクした時。ノーメイクはただただ可愛くて透き通ってて可愛いんですよ。でもメイクをするとお人形さんになる、なんか息してんのかなって思うぐらい、うん、可愛い、本当に可愛い、可愛いしか言えないんですけど、可愛いので。あ、ハートもたくさんありがとうございます。ね、本当にねノーメイクで出れると思うステージ。あ、リップリップ、あ、リップしてリップしちゃえば OK、 もうリップしちゃえば OK。 ジュキみんなノーメイク公演、あー、ちょっとそれは欠席で、欠席でお願いします。ミキちゃんはメイクしてます、ただいま。最近はナチュラルメイクだけど。陽気です、アリトンです。
そう、美味しいリップのみで。いすずもね、美味しいリップわかるみたいだから。すごいよね、いすずのあの人形館。なんかどこの世界から来たんでしょうかね。多分息してない気がする。同じ、間違いなく同じ酸素とを吸ってない。で、二酸化炭素も入ってないね、あれ。あれ、食べて、あの子本当にちょっと、うん、本当にミレイちゃんメイクにこだわるね。そうなの、初めて聞いた。ミレタのメイク事情全く知らない。ミレタあんまメイクしてる、メイクしてる姿を見たことない、そもそも。いや、みんな同じ空気吸ってるよ。みんな吸ってる、同じ空気吸ってるね。ミミキポーズ最近やってないから。ミミキね、ミレタン小学生だよ。メイクどんな感じなんだろう。使ってるものをまず知りたい。めっちゃ見たい、ミレタンのメイクしてる姿。気になる、めちゃめちゃ気になる。あの、多分一番薄いんじゃないかな、多分。アナンちゃんも気になるな、メイク。すごい気になる、あの二人のメイク。そう、美味しいのはね、エチュードハウス。エチュードハウスのリップが美味しいエチュードハウス基本なんでも美味しそう。パンパン、12月の子も店員、こっちの子から仕事やがって季節は太陽を思うと合格つってさった方がこの子メンソレータム、メンソレータム使ってますよ。伊藤美希も使ってる、使ってる。一番初めに使ってるメイクの。歌おうかな、じゃあそろそろ。30分過ぎたしね。1時間しかないから、もうちゃっちゃかちゃっちゃかやってこう。壁しおり可愛いねもうドストレート、まあ間違ってないです。私も、あ、壁車も現実も全然可愛くないんですけど、あの壁車はすごい、本当に壁車はすごいどんだ誰みたいな感じですよね。そうだから、初見が来るのはとてもすごくいいと思います。ショールームにあの壁車からはい押すんですもん。だから本当に初見さん、ありがたいと思ってます。ありがとうございます。変わんないかな、壁車ミキちゃんも早く足を取り直すべきでも2枚目もどうする。2枚目もほぼ変わんない顔だったらもうショック。写真写り悪いとかの問題じゃないですよね、もう。壁車可愛くないよ、あれは本当に奇跡の足。逆のめっちゃ言われるもん友達とかにめっちゃ言われる、どんな顔してんのって言って、って言って。それはミキも思う。でも何言うと、あ、リクエストくださいリクエストください。そう、あ、心臓の絵送ります。じゃあショールーム終わったら送ります。そう、壁車ね、使われること多いからね。アナンちゃんとミレちゃん推しの初見です。あ、初コメかな、ありがとうございます。よかったらフォローお願いします。大好きなの、あなたのこと24時間考えてる、何が根拠なんだろう。ちょっと違ったかな。ミツバチが、噂のミツバチがね、しよっかなマリッカ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 リッカリッカマリッカ。ちょっとたまにはめっちゃ初めのところ飛ばそう。
選ぶのにね、いつも時間取っちゃうんだよね。恋を語る詩人になれなくて、言葉を飾るより無口な僕でいる。どうしようかな。そう、青空片思いね、歌いたいんですけど入ってないんですよ。君だけに、チュチュチュ。あ、ここら辺にしよっかな。あ、涙の表面張力、どんな曲だっけ。めっちゃ好きめっちゃ好きなのに忘れるって。夜なれて、あ、歌いそう、歌いそうだけど歌えなかったらやめますとか言って面白はい、ちょっと恥ずかしいから、はい、ちょっと歌えなかったらやめますね途中で。と AKB48 さんでハッシュタグ好きなんだ。はい、
叶う。大好きな人となる。しまった。そして初見さんが初見さん、はじめまして、よかったらフォローお願いします。やってしまいました。カラオケはね、いつもやってまう。いや、ちゃんとね、公演ダメだったのはね、理由あるので。ダメだったんですよ。そう、シンプルにダメだった。できなかった、できなかった、テスト。でも今できるね、最大限はね、出したからね、後悔はないんですよ。初見で好きなんだ、ありとんだ、ありとん、ありとん。次何しよっかな。なんでいつもねやっちゃうんだ。意外と時間ある？久しぶり、あ、歌えるかな？ちょっと怖い。ちょっと怖かった。バナナ革命。バンザイピーナス、フラフープでゴゴゴ。あ、まなざしさよならとかね、覚えたいな。覚えようと、覚えよう覚えようと思って忘れてた。歌えるかわかんないけど歌ってみます。 SK48 で前のめりです。もう一度走る。
ました。なんだっけ、おめでとうございました、おめでとうございました、おめでとう、おめでとうございました、おめでとう、おめでとうございました、違うな、お誕生日おめでとうございま、 お誕生日おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。チュリさんのインスタの写真がお可愛かった、お二人方とも。ええ、ないよ。え、遠くにいてもないですよ。え、遠くにいてもない、嘘、え、遠くにいてもないです、え、嘘、めちゃめちゃあるもんだと思って、そう、2番難しかった、全然歌えなかった。え、めちゃめちゃ最後ね、遠くにいてもで締める気持ちだった。え、絶対あると思ってた。え、ない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 、え、遠くにいてもって、ないんだ。え、ないないない、うわー、ショック。どうしよっかな、最後何で締めよう。何しよっかな、めちゃめちゃあるもんだと思ってた。ショック、遠くにいてもなかったです。多分ね、公演曲ね全然入ってないんですよね。そう、公演曲結構好きだからね、歌いたいんだけど。思い出ファーストン、そう、全然入ってない、公演の曲。歌いたかったな。でもね、歌詞とね曲がないと心配。そう、公演曲いい曲多いからね、歌いたかった。ラストにしよっかな。責任者さん、責任者さん、そうね、滑舌がねそんな良くないからね、今ね困ってる曲あるんですよ。あ、バージンラブだ、バージンラブの少数少数マイノリティが歌えない。少数がね、あ、でも最近歌えるようになったんですけど、歌えてなくて、歌えてなくて、歌えなくて困っちゃうんですよね。少数少数マイノリティ、最近歌えるようになったかな。バージラバージラ、なんかバージラじゃなくてバージンラブって歌ってほしいらしいです。レコーディングの方が言ってたって、みんな言ってた。をちゃんと入れなきゃダメだよって言って。何しよっかな、まだ迷い中。二度目のキスから気をつけろ、薄目を開けて見極めろ、けど恋は落とし穴、危険がいいな。言えばいいな。バージンラブ、ジンって言わなきゃいけない、ちゃんと。めちゃめちゃ迷っちゃってる。うわー、迷う、どうしようどうしよう、終わっちゃいそう、終わっちゃいそう、あー、なくなりそう、なくなりそう、終わっちゃった。何にしよっかな。あ、
いね、それにしよう。今めちゃめちゃ気分がそれに向いた。それにします。はい、じゃあ水を飲んでそれにします。いつの間にか4000人近くも。びっくり、ありがとうございます。そう、ちょっとねコメント見て急にその気分になったので、それにします。いきます。 HKT48 さんで12秒です。よよ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 、世界中で一番綺麗な宝石をあげる、だからちょっと目を閉じてなんていたずらっぽく言われた。テトラポッドに寄せて返す波音、気配がする夏の恋が今始まる。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド、今まで君らは持っていたもの、どうすればいいのだろう。僕はただ腕の中に君を受け止め、初見さんありがとうございます。よかったらフォローお願いします。はい、 OK、 拍手、あ、どっちなんだっけ。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょうどいらっしゃってたから、ありがとうございます。あ、またまた初見さん、猫耳ついてて可愛い、ありがとうございます。よかったらフォローお願いします。3900名超えたんですか、フォロワーさん。え、
嬉しすぎる。え、かわいい。いやいやだって。いやいや、いやいやのアバターさん。いやいや、いやいや、いやいや、ありがとうございます。え、すごい。じゃあ目指す4000人ですね。僕の好きな最強ついて似合いすぎて気をしする。なんで二つに結んだの。男たちは首だけ。今日の君は最強ついてもっともっと好きになる。なんで世界で一番可愛い人。あ、ありがとう。ギフトもありがとうございます。可愛いギフトもありがとうございます。やった、最強ポニーテールゲット。よし、じゃあ8時なのでランキング見ます。13位、デレレレデン、 C さんありがとうございます。12位、デレレレレデン、ヨウさんありがとうございます。11位、デレデレレデン、チーさんありがとうございます。10位、デレデレデレデン、アさんありがとうございます。9位、デレデレレデン、ダさんありがとうございます。8位、デレデレデレデン、トウさんありがとうございます。7位、デレデレレデン、ツさんありがとうございます。6位、デレデレレデン、ヤさんありがとうございます。5位、デレデレデレデン、マーさんありがとうございます。4位、デレデレレデン、キーさんありがとうございます。3位、デレデレレデン、ヨーさんありがとうございます。2位、デレデレデン、ヒーさんありがとうございます。1位はデレデレデンデン、ドさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。フォロワーさんもたくさん増えて、初見さんもたくさんで嬉しかったです。ありがとうございました。なんかこうすると急に顔が死神のような色になる。はい、ありがとうございました。ちょっとね、自主練を頑張ろうと思うので、ちょっとね、次のショールームまた機会が空いちゃいそうなんですけど、またメールするので、心臓も送るので上手にかけた心臓を送るので待っててください。じゃあおやすみなさい、バイバイ。なあ、初見さん楽しかったです。ありがとうございます。今日はありがとう。頑張って、頑張ります。頑張るよ、自主練も。じゃあグーバー、ありとう。わあ、好きだって、ありと好きだよ、ありと、グバー、またね、グバグバ。あ、スクショタイムしてないからちょっとだけしよう急に。え、何がいいかな。こっちか。あ、全然出てなかった。はい、オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあバイバーイ、グバー、本当のバイバーイ、グバー。はい、グバー。